表面とか低温にこだわってる。ああ花粉の低温気持ちいいよね。そうそう、空気のこう、うん、塊みたいな、まあ、ドラムの人の意向で、ドラムから意向で考える方は、あのバスドラスネアドラムの方で捉えちゃうから、それは初心者の説明としては自分としては合ってるんだけど、ドラムからアコースティックの時の セットとして切り替えでやっちゃうと幅がすごい狭くてもったいないですよ。だって全部箱だから、結構はカホンニストとかパーカッショニストは全部使おうとするんですよ、ちゃんと。
大丈夫ですね。そうそうそう。見てなかった。で、だんだんね、熱くなるよ。熱い、ね、熱くなってますね。ちょっとね、花本最初はやっぱビリビリするので、ちょっと休んでて、で、ちょっと、そう。こいつも結構来る。いや、あれじゃ来るよな。うんうん、どう初花本。初花本ですね、うん。面白いでしょ。面白いですね。うん、面白いっす。前言ってたんだよね。なんかやりたいよね。そう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 。まあ、アコメタルでもね、使ってましたからね。あ、そうだね。そう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 。だからそれで見てたんで、あ、面白いなと思ってたんですけど。とりあえず手、か硬くて手が、ハードパンチャーほど手がやられるんだから。バンってドラムでも、カホンでもベンって打てる人ほど、その衝撃に指が裂けるっていう。いや、ほんとほんとですよ、ほんと。僕じゃなくてテーピングしてるカホン奏者いるので、そんな強く衝撃波だから。だから強い人ほど、なんでうちの場合その硬いと痛い、で硬い方が低音が出る、だ低音が好きな人は硬い方がいいけど、じゃあその手が痛いのはってなると、俺は手が痛い時絶対だから、そうするとあの木にそのいっぱい上塗ってあるから硬いわけで、元はだみんなバーチで白樺でできてるんで、ほぼ同じ材料と同じ厚みでできてるんですよ、花本売ってるの。9割5分ぐらい一緒なんで、何を使えるかって言ったら、うちはだから表にあの石油塗らねえで、あの柿渋とか水と一緒に吸わせるっていう。そうすると木が呼吸した状態、木がその無垢の状態にほぼ近いんで、そのや、まあ、一番硬いって言われてる白樺でも柔らかいというか、そのまんまの感触だから、やっぱりこの花本はすごい低音が出るなっていう。でドンってやって、ズーンってやって、サスティンがあるんで、でそれにそのスナッピーの音が入ってって、うん、でしかも自分がここで聴いてる音よりそっちで聴いてる方がこう余計ね、低音がズンって聴いてる感じがするし、すごい気に入りました。もう、うん、既存で今までの音どうですか？今までの多分ね、チューニング的なことを言うと、こっちの方が少し低音が低いんかな、空気が、うん、箱っぽい、うん、こっちの方が花本っぽい、うん、な変な言い方だけど、ごめん、なんか楽器っぽいっていうのかな、うん、もうこれはこれで好きなんだけど、だからこれを聴いた後にこんな感じでお願いしますって言ったのが本当にそういう風にできてる、すげえ。これはなんで今後はだから金子さんのこっちが、はい、うちの今後の、うんうん、あのペルーカホン、いやスワルカホンの音こっちにしようかなと思ってるかもしれない。いいかな、もうこれがスタンダードにしていこうかなと思ってます、うんうんうん、していく予定ですもん。で、はい、その手なずっと叩いても痛くならないし、へえ、そうね。あとあのまあなんつうか滑らない、うん、あこれだけで滑らないんで非常にいい。比べるとどうですか？すごいっす、はい、ね、そのまま並べてそこでよっ、いいじゃんすごいすごい綺麗なんだ、ならないなんか表板の感じがやっぱり違うのかな、あ熱っっていうかさ、ね、そうですね、響き、まあ、好みではあるんだけど、俺がずっと聴いてきたカホンって結構こういう音、あ、うん、なんで、まあ、こういうもんなのかなと思ってたんだけど、でももうちょっと低音があるといいな、ブーンって伸びるといいなって思ってたところが、そう、パフォーマーっぽい音がする、うん、あ、そういう感じする、うん、分かる分かる、うん、こっちは民族楽器的な匂いがするっていうかさ、アフリカっぽいっていうかさ、歌いたくなる、うん、あこれちょっと鼻であれをさせてくれる、ジャンベっておっしゃってたけど、うん、同じ感じでこっち叩くとどんな感じになります、うん、後でそうすると音比べられるもんしてないですね、やっぱりアフリカっぽいよ、うん、あとそのスナッピーの量が多いもん、ああ、
そっか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 。そうそうそう、マシ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 で、マイマイマシマシで。って言っても定番なんですけど、これは自分が開発したあの体が不自由な障害児の人とかスカートの女性とか赤ちゃんとか高齢者でね腰が弱い人とか、うん、そういう人でも使えるように開発したので、上がれカホンって名前つけてるんで、演奏スタイルは自由なんで、まあ膝上とかがやりやすいですけど、あとはどうにでもね使えるように。はい、失敗面白いかなって、逆にずっとやってしまうみたいな感じがします。ポールゲートもあるんで、ポールが、あ、そうですよ、穴が見えやすいようにここにあるから、ミュートがもうすぐできるっていう。ここをミュートしてもいいですよね。そうですね、ダメをミュートしてもいいし、それも面白い、乾いた感じになる、乾いた感じになる。これをスタンドでここに置いといて、これと合わせて叩いても面白いですよ。あー、ちょっとスタンドに、そうか、そう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 、カホンスタンドって実際あるんで、そうですよね、うん、これで置いといて、これとこれでセットで、スプラッシュこっちに置いてやれば、譜面台はそれで、ごつい譜面台とか、そうですね、うん、この中くらいがここにあったりしてドラムになっちゃう、ドラムセットになってカホンセットそう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 、カホンセットやばいな。うちにマトリョシカホンっていうのがあるんで前からやりたくてやっちゃったマトリョシカホンって、カホンを溶かすとまたカホンを溶かすとそういうのもあるんで何でもできますね。はい、ありです、ありです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。マノボーとか、はい、行きます。これおかしい。はい、もう一枚。